結局週刊文集ってもうすでにネット時代になってそういう人たちによって支えられている雑誌になってるんですよ。うんうん、雑誌っていうか収益構造的にそういう人たちが買ってるんですよ。記事の内容なんか見てないんですよ。でなんならそれをなんか切り取ったもうその週刊文集ソースの。 ワイドショーとかユーチューブとかの切り取り映像だけを見てるんですよ。うん、そうそう読んでないんですよね。そね読んでないんですよ。でも,もそこぜ,ぜひこの読み手のリテラシーのところはあえてこの番組では伝えていきたい,い <laughs> <の>リテラシーなんかあるやつはほとんどいないんですよ。<laughs> 書かれていることも嘘が多いです。はい、でそれはすごくその高速なやり方を使うんですよ。うん、例えば誰かのスキャンダルをやったとしますよね。 でそしたら噂話とかなんとかいろんなものたくさん載ってるんだけど一、うん、つとか二つとか主要となるネタについてだけ聞くんですよ、うん、でそしたらじゃあ夕方5時とかまでに回答してくださいこれ週刊誌全般がやるやり口ですけどそうするとちゃんとコメントに答えてる感じになるじゃないですか、うん、例えば否定するのは否定するだし 浮気を認認めめるるなら認めるでもそこには本人が当てるっていうんですけど当てられてないさまざまな嘘の噂話がたくさん一緒に載るのでだからその一つ例えば不倫したという事実とかねそれだけが真実だったら他のありとあらゆる雑多な単なる噂の切り取りでしかないようなものも真実だとその読者には見なされるわけね。うん、あ全部信じちゃう 書いてあることでもその枝葉っていうんですけどその枝派が印象を決めてるんですよ、はい、例えば松本人志さんが「俺のこう梅合っていったってことになってますけどあれ本当かどうか分かんないじゃないですか、うん、でもすごく脳裏にこう刺さるでしょ私なんかね本を書く人間っていうのは人間のため性を知ってるから、うん、いろんなところから見ると違う人に見えるとかっていうのも分かってるけど、うん、週刊誌はもう最初結論ありきだから。うん 自分に都合の悪い人間の多面性は絶対に描かないわけでしかも嘘も載せるから、うん、そうするとこういう人だなっていう印象がそ,それすね、うん、すごく大変多分「ライブ・ダー事件の時の俺なんかは、うん、めっちゃ取材されてるわけ俺の周りの人たちに。でほぼほぼ出てないんですよその人たちが。うん、なんで出ないかっていうと「いや俺さんそんななんかすごいアコギな金稼ぎの 犯罪とかすするよよううななな人じゃないんですよねってみんでねみ言うから、うん、だから金の亡者だってみんな作りたがえるんだけど全然そんなやついなくて後から聞いたら出てたのはその捕まる本当に2週間ぐらい前の忘年会にたまたま呼ばれて初めて会ったなんかインフルエンサーみたいな人が「いやー堀エモ門の会社の忘年会は金が待ってましたよ」みたいな。<laughs> なんかボーナスみたいなのを100万円だかなんだか上げたんですよ MVP みたいな人にそれを見て「金んな、うん、会社なんすよあそこはー」みたいな「<laughs> お前何も知らねえじゃん」みたいなやつしかでもそのネタしか出てこないんですよ、ね、実際。いやあの人はなんか あの違法コピーソフトを僕が使おうとしたら「そのやめとけ!」ってめちゃくちゃ怒られましたとかそういうコンプラ守ってる発言みたいのもいっぱい俺はあ,あ,あの時その話したんだけど「一回もテレビ使ってくれなかったよ」とかって言ってたりとかその,、ねはい、その人自身もね。それはもう週刊誌もテレビも全部一緒なんですよ。だそう,いう種族なのそれは種族だと思って消費しないと消費すんのはしょうがないけどね。 だから僕の同級生とかも週刊誌にいっぱい行ったんですよね。うん、文芸集団者にもいたし、あのでも僕一番印象深かったのは新調者のもう今なんかフォーカスに行ったやつのもう目つきの変わり方ね。はい、あ分かる分かる。大学生の頃はにわかな顔してたのに、もう目つきがこんなのってするとなっちゃって。 俺もなんか取材来ましたもんフォーカスいたらそうなるでしょう辛いと思うフォーカスはまあすごいんですよ頑固鋭くなっちゃうなんかこう一面だけを報道してるのもわかりますけど信じちゃうよあとねもう一個はよく意味が分かんないんだけど脳内妄想なのか何なのか分かんないですけど全くの嘘を垂れ込む人がいるんだよいるのそれ何のためにわからない妄想ですよねほとんどね でも妄想の電話はほとんどたくさんあるからその中の1個の妄想が乗るだけかもしれないけど、うん、もちろんん弾いいてはいるんですら、うん、松本さんの便乗妄想みみたたいいいいななコールは相当多いみたいじゃないですか,、ねうん、なん,かなんか愉快犯なのか何なのか分かんないんだけど、まあ、僕関連で一番一番のそのでっち上げネタは堀江セメール問題っていうのがあって、うん、僕がなんか自民党の武部幹事長に5,000万円なんか送金したみたいな。 あれもだから全くの嘘でそのんか多分金泉さんは知ってるでしょそれ多分ネタを出したやつ雑誌頃みたいなやつがその捏造したメールを出してしかも僕は東京拘置所に収監されてる時にそれが出たんで。俺弁に面接面会されて 堀さんこんなん出したの?」って言われて「うん、いや出してねえっすよ」みたいなそう。でも僕は正直その時もライブドア事件でかなり膨らまされながら、うん、あの起訴されたりしてるからもう世の中のその「うん、えどういうこと?」みたいな、うん、自分が信じられなくなってるっていうか「うん、俺こんなメール書かないと思うんだよね」ってもう自分でいろいろ自己確認して、うん、そう言い回しが。うん あとヘッダーになぜか全角文字が使われてるとかヘッダーは普通半角普通っていうか半角しかないんで全角文字が使われてるのは捏造ですねってもうだから自分に自分をこう「そうだよな絶対そうだよな絶対100%間違いないよな」みたいなことをすげえ確認して弁護士さんに「絶対これは偽メールです一応アリバイも調べといてください」っつって。 でもあの時は民主党の中田さんという議員が完全に信じちゃって国会で大騒ぎになるんです大騒ぎもう,もうめちゃくちゃ大騒ぎになって、うん、で前原前原,政治前原政治が代表だったんですよその時、うん、あいつそれで失脚しちゃってざまみろだ、ねで。でもまあね <laughs> 長田議員もその後もう,じああう議員辞職で痛ましい事件が永田さんはその後辞職して自殺したんですよ、うん、で俺自殺した後の話この間聞いちゃったのよ、うん、あの人は北九州にある結構でっかい医療法人の義理の息子だったか。はい、あ義理の息子っていうか別れた息子なのかな、ね、僕ほら北九州でいろいろ事業やってるじゃないスポンサー、うん のなんかあれで話しに行ったら「いややっぱりうちのグループは堀江さんに対して複雑な思いがあってちょっと無理です」って言われて「関係ねえだろ俺」っつって「俺のせいじゃねえだろ」って「自爆だろあれ」みたいな「俺別にしか思い込んでねえし」みたいな。読者っていうかこう見る側としてはやっぱあの火のないところに煙は立たないじゃないですけど多少はなんかそういうあるんじゃないかって とは思っちでもまっ全くの完全嘘,、はい、嘘だと思うにいや完全にだからそのさっきの,その枝葉っていうのには嘘が結構混じってるというか。はい、それが人々の重要な印象を決めるんですというのが背景にあるということでこの話も尽きないんですが三浦さんにぜひ政治の話も聞いていきたいので次のテーマはですねこれ2024年これ注目されているのは11月のこれアメリカ大統領選挙ですね。 バイデン大統領とトランプ前大統領のです、ね、こ対決になるという状況になっておりますなんでこんんな高齢化しちゃってるんですか <laughs> <laughs> 確か確に日本のニュースでもずっとこの高齢化問題はやってるんですが皆さんこれ,これ全体像これどういうふうに我々は捉えながら問題なのはバイデンの前にヒラリーが出てたじゃないですか。はいうん、でヒラリーは女なのとエリートっぽい肩書きなので1%ぐらい民主党の男性票が離れちゃうんですよ特に労働者層の でこの1%っていうのが例えばその激戦州のねスイングステートで変わっちゃいますよね産業がちょっと今だ断水体しかかけてる地域の強いローソンの人たちの男性の気持ちがちょっと変わっただけで動くわけですでもバイデン見てくださいもうおじいちゃんで、うん ね、80歳で人柄もよくて労働者受けするタイプの政治家で、うんうん、この人をいまだに使ってる最大の理由はそこに強いからなんですよ。はい、あやっぱそうなんだ、うん、で民主党って完全に分極化してるう。だけども,もうちょいもうちょいもうちょい,もうちょいさ派じゃないけど、うんうん、だけどいい人なんですよ。うん、でバイデンさんがあのまとめてる今の民主党っていうのは価値観がすごくこう。うん 広がってしまっていて経済的にはまあ別に大体一緒なんですよだけど、うん、あの有権者の大半はね別にテック企業のオーナー経営者とかじゃないから,だからみんな大体まあ適度に分配を望んでるんだけど社会的価値観で言ったら本当にリベラルになりきれてるのかっていうとそうでもなくて、うん、超リベラルな都市の住民はまあこれはこれで固まってます女性の有権者白人もフェミニズムで固まってますだけど この労働者のの者人人たたちちって田舎の人たちでしょうでそうすると先ほどのヒラリーからちょっと離れたみたいな、ねうん、インテリエリートを嫌がるとか、うん、女性に対してまあ少しメッシュが残ってるとか、まあ、いろんな要素があるし、うん、あとは彼らが取りたい黒人の男性ね、うん、あとはヒスパニック、まあ、ラティーノ系の人たちの、うん。 あの宗教を重んじるカソリックとかの人たちで中絶をちょっと嫌がる人たちがいてこの微妙なね社会的には超リベラルとは言い難い層を最後までこう丸めて連れてきてくれるバイデンに今何頼ってるのでだからそうで共和党が結構経済政策をトランプから中道に寄せてきたんですよ。 で今までその日本のメディアとかだと法人税下げたとか超富裕層を優遇してるとかトランプはそもそも不動産音で金持ちだとかっていう批判が多いんだけどやっぱり複雑な税額控除の仕組みを全部さらっときれいにしちゃってシンプルな所得税にしたのとまあ2020年ちょうどコロナでしたよね。トランプ政権下ででかかなりののばらまきもしてるんですよで高齢者とかあのの福祉は もも民主も削らないので結果的に、ね、庶民が得られるもの中産階級が得られるものっていうのが民主党と共和党の政策でそんななに違い,ないわけ、うん、でそうすると自分の生活としての豊かさが変わらなくてあとは金持ちを叩きたいかどうか、うん、でもじゃあ民主党がね法人税21%とか20何とかにするって言ってできんのかって話ですよ。うん ああまあで,でトランプはやっぱりそのアメリカの外に一回も出たことがないような南部のまあいわゆるアメリカの古き良き田舎みたいなところががっちり支持者層にあるしその人たちはその陰謀論もちゃんと信じちゃうからトランプが叩叩かかれれば叩かればるるほど燃えるんですよだから俺なんかすごい広島ロックで上石塚さんと戦った時のこと思い出しますもん構図はすごいい似てててらしいってところから おばちちゃんたちが黄色い服を着て亀井さんを守ろうみたいな感じでめっちゃ団結して9割取りまあだからね、えー、でもサプライズっていうかその選挙に何が起きるか分かんないという怖いところであとやっぱりそのバイデンさんがその歩き方が老人性だみたいなことがね時々 SNS で取り上げられたりするけど本当に病気になっちゃったり怪我するとやっぱり強い軍隊のトップ うん、やれないというイメージがついちゃうから、はい、高齢者同士の争いって失言よりむしろ多分その体力をめぐる争<い>まあでもトランプは強そうですからね <laughs> 強いなんかみんな書いてましたなか誰かなんか SNS 聞いて面白いなと思って、うん、あいつはプライベートジェットでビッグマックのとなんかポテトみたいな、うん、あと唐揚げみたいなあ見たそれ。こんなんで77歳でピンピンしてんだから。<laughs> はい 世の中は不公平だよな。みたいなこと書いて <laughs> 不公平なんだよ。そうなんだよ。<laughs> そういうもんなんだよ。うん、いくらね。なんか食事に気を使っててもね。うん、それ体力ないやつはね。はい、死んでいくんですよ。はい